こんにちは、ブルーホースです。100年目に破産する社長ブルースやってまいりたいと思いますということで、ね、なんかすごい不穏な4月なんですけどね。前回3月にですね、キングボンビー出現ということで、うわーこいつ近づくところでもやっぱりあのゴールすることよりも現金の方が、しかも動けるのかすげえ羨ましい。あれ動けたんだっけ。そうかそうかってことはすごいいいですね。もう結局はね、こいつはねあの飛ぶこともできない。あーはまあでも10億手に入れて宝が3000万だったら痛くも痒くもないよね。しかも省エネでこれってさ、もうかわいそうでしかないんだけど、あれこれ空中置いてるけど伊豆まで来てて、どこちょっと何マスなんだろうね。まあやっぱ35マスとか40マスくらい、こういうの新幹線カードよかったね。大きくするでもこれ以上カードでこれだけカード持ってるのに、なんかあの次元爆弾カードとかに全てなんかやっぱそうだよね。そうだ、カードを全部捨てさせられるか、あの全部次元爆弾にさせられるか。ほーら何がいいかな。あ違うわ、巻きえ巻きプレゼントしよう。マジで、17枚68億すげえ。わーこんなにすごいことになってる。うわーえぐかわいそうだわ、初手かわいそうだわ、すごいことになってるな。まあまあいいでしょう。雷神社長は会うことができません。あ、一気にビリになった。まあ先月あの一気に逆転したっていうみたいな話とかもしてたけどさ、ちょっと待って、全体度どうなの今。27と47か。陽気比にさっさとぶつけたいけど、今まだ急いでゴールするようなあれでもないので、じわじわ行きたいんだけどな、ミスったな。そう、俺はね、金を減らしたくないんだ。ということで、とりあえずじゃあ、ここに移動しておいてからの、トイパトカード。パトカード、スリの銀次。そうだね、スリの銀次だ。スリの銀次、お払いよりもスリの銀次だな。うん、なだ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 な。ああすみません、出てきたね。お払いが分け取らせてくだされ。1600万、ありがとうありがとうありがとう。めでとうございます。毎年1月にお捨てになったカードの引き取り金額を持参してまいりましょう。ほう、すげえ。捨てるだけだったら0円なのに1600万でも立て替えてくれたら1つ物件買うことができるから。わあ、紀ノ国屋分財もいいですね。やっぱ紀ノ国屋で本を買うことがすごく大事なのかもしれない。うわあ、舞茸って工場で、わあ、舞茸ってさ、いろんなものに合うよね。お鍋にも合うし、お味噌汁にも合うしさ、あの俺カレー、あのドライカレーとかにも入れたりとかするんですよね。うん、たどり着くこと、ああ、ちょっとでもお金を稼いで借金を返済していかなきゃいけないってか。でもどうせまたあれだぜ、ボンビラスの世界で、あ、これいざなわれる系じゃねえか。10泊11日のボンビラスの世界へようこそみたいな。飛行機ごと連れてってやるわ、羽をボロボロにへし折って。あー来たー、うわー。しかもこれって渡すことができるカードじゃなかったっけ。残酷だよね。あれこれ俺も渡されるんじゃねえか。21マス、さあ果たしてどうなる。たどり着くことがこれっぽっちもうないってことでさ、うわー、なんか有馬温泉、あ、老舗旅館、あーいいな。ちょっと待って、老舗旅館 8% でしょ。サンダは、あ、老舗旅館 8% の方が圧倒的にいいんじゃないか。これ6億の、うわーうわあ、ブルちゃん迷っちゃう。誰も気にしてない気持ち悪さ。何を言ってるの。めちゃくちゃみんなが気にしてる気持ち悪さなんだよな。気持ち悪、あ、すげえな、ここ。数億ばっかりなのにさ、全部十何パーとかなってる。へえ、どうしようかな。でも遠ざかるよな、これな。確実に遠ざかるよね。嵐山も、いよいよ帰るよっていう時に、でもやっぱここは有馬に行こうか。有馬温泉、トゥ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 。さあ50億兆、そう、圧倒的合意をしてみたいんですよ。有馬温泉もいいっすよ。やっぱ金の湯とか銀の湯とかいろいろあってさ、うん、あ、ごめん、今買い占めた。あ、ごめんごめん、なんかもっと買い占めれるものがあるかなと思ってちょっとなんか調子に乗っちゃった。うふふ、はい、じわじわ近づいてきてくださいよ。でもな、マジでさ、ここまでさ、なんかこうね、今20年目を迎えててさ、こう順調に来てるわけじゃないですか。順調に来ててさ、果たしてどうなるかだよね。うん、どんな風にして俺は破産を目指していったらいいんだと。ようやく5分の1だからね。この実況ね、一人でプレイしてるからさ、いろんなそのコンピューターとか、コンピューターの動きだったりとか、降りかかる、ちょっと、でももっと奪われたい、もっと奪われたいだろう。ああ、マイナスで1億。でも、マイナスでまだ1億程度しか奪われてなかったんだね。まあいいじゃん。じゃあ、パトカード、新幹線カード、これで近づいてって、次のターン無理だったら、これいけんじゃね。まだ無理か。じゃあ鳥取に行っといて、でスペシャルカードで一気にやっちゃいましょう。20世紀なし、
なんか香水の方が好きですっていう話をしたから、あの20世紀の足をあの買い占めることがすごいこうちょっと億劫というか、これまでのパートご覧になったことがある方はですね、お前20世紀の足のことボロボロに言ってたやんけって。そうでもね、あのね、某ね宗教団体のさ本とかはさ、毎年毎年僕らは絶対の上で焼いてお前を燃やし尽くしてやる。そうだ、場所替えがあったんだった。これ場所替えすることによってさ、そのお礼にさパフパフしてくれるとかさ、ジャングルもじゃもじゃをいじいじしてくれるとか、そういうことないの？ただいじめられただけだよね。頑張って頑張って頑張って、ほら1億も返す、2億近くも返すと、おめでとう。あ、もう終わり？キングボンビー少な、なんかもう20年くらいずっとそのままの姿でめちゃめちゃ遠くなってる。さあこれでどうなるでしょうか。星取り25マス、これ残り39だったよね。14縮めるか、物件ってことめちゃくちゃ近くまで行けんじゃねえか。俺買い占められるところもあるもんね。15、ほら、鶴橋、焼肉屋さんです。コリアンの街ですね。もう降りた瞬間からもうね、あの、環状線で降りた瞬間からもうなんかそういう街っていう感じがするんですよ。さあ、あと1箇所ですね。50件になったらさすがにあれじゃない、なんかすごい出すんかい、よかったね、場所を変えてくれて、僕が優しい人でよかったね。ほらパフせ。ここどこだっけ、伊豆市か。あ、別に伊豆市はもういらないよな。この間ほら、さっき言ったじゃん、なんかいじめられてるのを助けようとしてもさ、俺まで敵にされちゃうのか、まあ、助けるって言い方がなんかもう、あのいじめられっ子からしたら嫌なのかもしれないかもしれないけどね。何言ってるんだけど、白馬、あー出た白馬、もうよく行きましたよ。なんとかかんとか白馬みたいなスキー場とかめちゃくちゃ行ったよ。うん、でもあのいじめられっ子の話に戻るけどさ、俺もさ、あのいじめ5年くらいずっといじめられてたから仲間外れにされたりとか、あー俺に渡してくるんだろうな、どうせな、お任せ、こういう時ははい、渡するのは、たまにはいいことするじゃん。めちゃめちゃいいやん。たまにはめちゃめちゃいい仕事するやん。へー、あ、ちょっと待って、これは新刊、ロイヤル EX だな。ロイヤル EX 一気に近づいてしまいましょう。待って、19マス。あと1件であれなんだよな。あ、でもここは祇園か彦根か。あ、でもこっちの方だよね、長野。じゃあ白馬そっちか。白馬ってこと、じゃあ鶴が買っちまいましょう。あ、ちょっと待って、フグ。越前龍馬買い占めようか。越前龍馬買い占めて、ドライブ D とかやってみようか。オッケー、いいですね。ロイヤル X なくなるとかないよね。食らっちまったー、ロイヤル X。 やばいやばい、周遊カードがこれでどんどんなくなってってる。さあこれでタッ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 、よっしゃ来た、もう神様来ると信じてましたよ、ありがとうございます。さあ私にどんな恐竜博物館をくれるのかな。独占したのブロー50シャンで、言った物件と見収入、ありがとう、これはマジでありがたい、物件と見収入はマジでありがたい。ロイヤル EX か新幹線か、もうそこら辺とか、リニア収入はさすがにないのかな。うん、どうなんだろうな。あったのに9月ですよ。あー、もうこいつ毎年これで手に入ってる。3億。しかもなんでライジンさん、あなたいつもなんかしれっと手に入ってるの。あれ、ライジンもそこの土地持ったっけって。よっけ、あ、え、カツラコロ、はぁ、ハマグリゴモンの辺。もうお前虚勢された、あ、だからチンチンなかったんだ。チンチンついてねえんだこいつには、残念とかに。どうせまた渡すんだろうで、あれだろう、もうほら来たわー。そしてこれ角度がなくなるっていうのが辛いんだよな。あ、ボーン。しかも次元爆弾カードが爆発したところで他の次元爆弾カードまで破壊されるわけじゃないですもんね。どんな、18億。あ、これ、あ、ただなんだ、ただ羨ましいやつじゃん。まあカード、まあそもそも使える手持ちカードが1枚もないことによっても絶望を覚えるしかないんだけどね。あ、おめでとう、カード手に入った。あ、めちゃくちゃいいやん。え、なんだ、あ、減反制作、よっしゃー、来たー、泣きっ面にバッチンさあ、すべての物件を失うがいいわ。あ、お前5つも持ってたんだ。へえ、それ自体がびっくりだわ。5つも持つことができたなんてよかったね。ということで、もう動くことができないので、使う。はい、渡しましょう。どなたに渡しますか。はい、お返ししまーす。もう動けなくて結構でーす。もう一回痛みにあってくからね。よっしゃー、来たー。ねえ、今どんな気持ち？ねえ、今どんな気持ち？ほら、シュレッタも特急種も足首も全てなくなってしまったよ。ああ、まだでも特急種2枚も持ってんのかよ。なんだよ。なんだよ。全然痛くも痒くもねえじゃねえか。
数あるカードの中の1枚と。おい、ちょっと、数あるカードの1枚と。あー、もしたら沈下せ、沈下せ。うわー、もう金に物を言わして、ブイブイってやがる、本当にもう。おならプープーして。うわー、一気にこいつ、ちょっと待って、中野ってすぐそこなんじゃねえか、こいつにとっては。20マス、こっから20マスですぐたどり着けんじゃねえか。あれ、まさか違うわ。え、なんかすごい、ドワーッと曲がりしてきてるよねー。あ、しかも新幹線終点にやがった。しれっとくっつけていきやがった。今までお前、俺のおかげでたくさんの恩恵を受けてきたにもかかわらず、恩をあだで返した。ああ、このことだぜ。ということで、あと白馬にたどり着くことができない。マジか。たどり着けないんか。たどり着けないんだったら、これでも多分下行かなきゃいけないよね。ぐる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 。じゃあ、上越新幹線行きましょうか。これ今、スペシャルカードと思ってたっけ？スペシャルカード持ってないから、まあ、とりあえず、先っちょだけ入れときましたんで、はい。あー、我すべて挿入なのに。よし、オッケー、行きましょう。ということで、はい、まあ、お返し申したところで、いずれにせよさ、どっちかがゴールたどり着けば、結局ね、あれですよ、陽気ひちゃんに着くから、ね、それはそれでそうしてくるんで、はい、ありがとう。あごだしって美味しいよね。これで2月まで毎月1億円が入ってくるって、そういうあれなのかな。さあ、新幹線カードでどこまでぶっ飛んでくるのやら、はい、ゴロ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 回っていってください。あれ、これさ、自らさ、あ、取りに行かないんかい。あ、そっちの道から白馬に向かっていくってことですね。はい、まあ、小銭稼いで、ワッシュワッシュしてください。そうか、1700万しかないもんね。ド貧乏だもんね。新幹線周遊で、あれ、これまた俺の方にぐる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 来るんじゃないか。あー、マジかよ。なすり付き合いかよ。先っちょの付き合いかよ。なんだよ。嫌になってくるね。先っちょの付き合うこともできないんだよねー。残忍でした。うわ、でもちょっと待って、こうってくると、あれ、俺どうしたらいいんだ、これは。下から回っていく？とりあえず、でも新幹線、あ、でも、そっか、あと4マスだもんね。で、これさ、下から回っていくっていう手段もあるけど、それをするくらいだったら、4を出すしかないよね。そうだよな。あ、じゃあスペシャルカードがあるじゃん。そもそもスペシャルカードがあったわ、俺。はっはっはっは。ということで、4マス進む。いいよ、さらっていきます。先っちょだけ入れさせてあげるわ。うん。その後俺根元まで行けたよ。よっしゃー、トレッキングセンキュー。さあ、陽気姫ちゃんに、陽気姫ちゃんって誰だ。陽気姫ちゃんにありがとう、プレゼントフォーユー。成り上がりのお姫様にゃー。さすがにどうなんだろう。陽気姫ってでもさ、世界三大美女っていう情報以外俺何も知らないんだけど、結局何者なんだ。俺の小町とかさ、そういうのも、おお、めちゃめちゃ近いじゃん。今行ってきたところになるのか。そうだね、今過ぎてきたところだよね。ということでまとめて買いましょう。うわ、2つしか買うとこれスキー場もうシンプルだなってか、全てさ、なんかさ、リゾートなんとかみたいなさ、なんかこうちょっと名前とか出しててあげたらいいのに、もう全てそういうことになってんだよね。ということで、はい、あ、ラーメントピックありがとう。1億万円ゲットです。1億万円ってなんかもう100億万円ローンも買ってブリブリ財務かっていう話なんだよね。あ、続いてるトピックス、さあ、今年も食日本一は私のブルホスです。タイピーエンヤありがとう。タイピー1年間毎月臨時収入が入ってきます。100億くらい毎月入ってくれてもいいんだよ。そんな遠慮しなくていいんだからさ。あ、これなんかワンターンで17とか出しそう。ワンターンキル。あれこれなんぼ？あれ16だった今。ワンターンキル。あれ大丈夫。うわー、目の前まで行きやがった。こいつ、かわいいお店に物件愛5倍。よく借金いきなり、いや、ピアノ講師を売るだけで済んだのか。チャラチャ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 。さあ、こいつ果たして、あ、なんだよ。じわじわ近づいていけない。一気に近づいてって、なすりつけられるの。先っちょだけ入れられるのが怖いってことな。テレポートカードどんだけ大好きなんで。あ、でもそっか。結局1個手に入ってなかったのか。あ、しかも新幹線がなくなっている。あれ俺、新幹線もともとなかったっけ。うわ、これちょっと待って、辛いよ。で、あと12マス。うわー、これどうしよう。まあ、普通に進んでいくしかないよね。4!1、2、3、4。うわ、全部赤じゃん。しかも、上越も買えねえし、仕方ない。もう、お金、仕方ないな。近づいていくしかないよね。ここでなすりつけられて、うわー、4億、さすが12月の破壊力は半端ないですね。まあ、たかだか4億なんかも俺にとってもはした金でございます。千住蔵のうんちが消えました。陽気費の中にうんちは溜まっております。そう。バナナマンしたらの話の中で一個好きなのがさ、トイレ、学校のトイレでうんちをしたらさ、うんちマンって呼ばれるみたいなさ、なんかそういうエピソードとかってさ、多分皆さんも小学生の中でさ、結構さ、体験した話かもしれないですけど、確かにさ、しのさんが言ってたのは、その体の中にうんちを溜めてる方がうんちマンじゃねえかっていうことで、みんながうんちをすることで抵抗をなくしたっていう素敵なエピソードがあるんだけど、確かにその通りだと思って、体にうんこ溜めてるんだから、おめえの方がうんこマンだよっていうのは、それは言う通りでね、うんちブリブリするからうんこマンってもう謎の理論だもんね。あと2マスどうしようかな。あと2マスでマイナス命もな。こっちに行くと3で下は赤マスかってことは、井で水とちょ、これなんて読むんだろう。射線、あ、これなあ、もうどうせあれでもな。OKOK。 あ、しかもカンブリア宮殿が買い切ることができない。あ、それだったら毎回待ってこうか。4300。あー、今手に入るのか、悔しいですね。
そう、でもここであれだな、あの一気にあの進むことのできるカードがないっていうのがちょっと辛いところかもしれないな。ゴールされたら困る、めっちゃゴールされたら困るんだけど、さあか、あーここで買うよな、こいつだったら、こいつだったら容赦なく買うよな。 3% は買わないんだ、1億は残しておくんだね、借金したくないからだよって。うわー、ここで新幹線シューターが手に入んなよ、手に入らなくてよかった。もう今あのまさにツッコミと手に入るんかいって言いそうになったけど、手に入らなくてよかったよかったね。しかも1億使ってたらもう今更手に入らなかったところだったもんね。ところでやめるということで、まあお金がマイナスになるくらいだったらこうくる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 回ってて、あこれゴって、あーまだまだ無理か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 、あーしかもおなんだこちらの小槌、ありがとうふくる神さん。あ俺にはすべやった、清水の舞台から清水だっちゅうの、やったー、ありがとう。ゴージャスック、地味に戦うことの素晴らしさを今あなたに教えていただきました。神様、仏様、茶屋台様、ありがとうございます。一気に58着、うわこれは神様が全部で100を1000億突破、楽しみ出入、これでカッコなってカッコたるもの、俺はよっしゃ、ちょっと1000億でやったーってなったところで、いきなり10倍の1兆円をなんか提示されたんだけど、これいけるかな。まあ右肩上がりでー、目の前でコリンボ、なんかあの中国のあの歴史あるなんか憲法の名前みたいな感じで言われちゃったな。うわーくそー、お前に行かれたか。まあそろそろね、今度僕の紹介でも借金ファミリーの生活を送ってますからね、結局1位2位のあじゃあ2位3位のね醜い争いをねやっといてくれっていう、そういう話なんですよ。じゃあじゃあさあどこになるかな、常滑ですね。はい、トコ上手とトコナメと、まあ、トコでペロペロするってことで、ね、トコをなめると、あれ、うちの前、俺、ここ止まったことあったんだ。知らなかった。この金を持った途端に一気に合流するな。圧倒的合流だな。うわ、しかもこれでなすりつけてくるんじゃん。新幹線周遊。しかもこれ逃げ切れる数字なんで、しかも高輪坊の方、俺いけるんだよな。マジか。そして、いつの間にか、もうなんか、悲惨な額になってる。27億。ようやく今26億になったけどさ、もう悲惨だわ。だからお前が新幹線使ったところで、俺はね、もう望みなんですよ。あれこれ、たどり着いたんじゃ23マス？トコナメにもう着いたんじゃないか？ありがとうございます。トコナメ、トコナメ、どこナメ？どこをなめる？うわ、ギリギリたどり着けないのか。ギリギリ、崖の上にチョップってことはもう、でもこれちょっとあれだね。近づいとって、そうだね。トト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 トなすりつけ、先っちょプリプリ、みプリプリ、まとめて買い買い、さあ、さあ、迎えましょう、20年目の決算。まあ、今回特にあれだね、10年目ほどのなんかイベントが起こったっていう感じではなかったですね。まあ、55億のあの、福の神に選ばれたっていうのは非常に大きい話だったかもしれないんですけれども、ということで、無事20年目終わることができました。ようやく5分の1だね。こんなに激しくゲーム実況やっているなっていうふうに個人的には思うんだけど、次、まあ、全身に力が入ってるんだけど、全身に力が入って、こんなベラ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 一人で、いや、喋ってるんだけど、それでもまだ5分の1かと思ったら頭がクーラクーラしてくるんだよね。6000円ついに1億切ったね。あれほんと少なかったっけこいつら。てかもう俺も収益が98億しか手に入ってない。とりあえず1000億を超えたということでマイナス17億、一気に貧乏になりましたね。でもなんか楊貴妃さんが一気に50億の収益を増やしてるところで、こいつをどこかで叩きのめさないといけないんですよね。うん、じわっと増やしてきてるね。なんか2000億っていう数字が見えたら、あの1100億を過ぎてる時点ですげえなって思うんだけど、なんか一気にこれで半分の数字ってのとしょぼく見えるね。はい、ということで今回は20年目無事終了いたしました。ぜひ、ね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押して、はい、21年目以降もご覧いただけたら幸いです。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。